私たちは中枢神経系、すなわち脳と脊髄の研究をずっと行ってきております。特に実験動物中央研究所と我々慶応義塾大学は十数年にわたる共同研究をやってきておりまして、マーモセットという小型霊長類を使いましたいろんな病態モデルを作るとか、それを使いました治療モデル、こういったものをやってきております。2005年にはですね、我々世界で初めてマーモセットを使いました脊髄損傷モデルを作りまして、これは日米そして数カ国でもう特許は成立しておりまして、もう製薬企業ではこのモデルを使いました前臨床研究系が進んでおります。このシステムを使いまして我々脊髄損傷の動物に神経幹細胞を移植することによって運動機能が回復するということをもうすでに2005年に見出しております。また最近では非常に注目してます人の iPS 細胞から作った神経幹細胞を移植しまして運動機能の回復というものに成功しています。私たち2009年にですね、世界で初めて遺伝子改変のマーモセットを作ることができまして、この技術を使いまして我々今ではですね、パーキンソン病、アルツハイマー病のモデル動物を作ることに成功しました。このシステムを活用して今ではこういったような病気の病態解明やこれらの疾患を治すための薬の開発研究を行っています。我々人により近いこの霊長類でありますマーモセットを使って疾患モデルを作っていく、そしてそのマーモセットを使った治療方法がこ うまくいけば人で行く確率がかなり高まると思われますので、まずマーモセットで疾患モデルを作って、そしてそれを治していくという方法で、よりこう人に使える医療というものを開発していこうという戦略でやってきております。確かに薬を飲ませることによってパーキンソン病出ますけど、これかなり急性的に発症するんですよね。薬飲ましてすぐ発症してしまいます。ところがパーキンソン病の発症って本当にこう長い期間かけてじわじわといくわけでありまして、それをなんとかこう再現するようなモデルを作ろうということで、パーキンソン病の原因遺伝子を受精卵に入れて、それを強制発現するような、そしてじわじわとパーキンソン病を発症するような動物を作ったわけです。そうしますとやっぱり運動症状が出る前にいろいろな画像的な異常とか、こういうのが出てくるということが分かりまして、これはパーキンソン病でもいわゆる運動障害とかですね、そういった症状が出る前にどんな症状が出るということが予兆となるかということを研究する上で非常に重要な手がかりになると思っています。こういう研究を続けることによって、患者さんの状態でいつ発症するかとか、それからその発症するのをこうずっとこう病気の進行を遅らせるような薬の開発にもつながるんではないかと考えています。いろんな形で霊長類を使ったモデルを使って、今まで治療法のなかった病気の治療法をこれで開発したいなと思っています。アルツハイマー病のモデル動物っていうのはまさにキングスカイホロントで作って、そこで飼ってるわけですよね。ですからそういった動物を使って彼らがやりたい実験というのをキングスカイフロントに来てやっていただけるんじゃないかと思っています。世界への人が集まる羽田空港のそばにそういうところがあるってことは、あと革新的医療ですね、受けたい人が世界中から集まる基盤というのを作れるんじゃないかと、そういうことを期待しております。一つはやはりマーモセットとはいえ疾患モデルを作ってすぐ発症するわけじゃないんですよね。でいつ発症するかなかなかこう予測が難しいと、それをいろいろ画像診断などをやりながらいつ発症するかということをきちっと予測していくってことが大事だと思っています。そうしますとより人に近いレベルでの対応関係がつくかなと。マーモセットのですね、脳の構造と機能のマッピングをしていくってことが非常に大事だと思います。これアメリカでもブレインイニシアチブという非常に大きな脳科学のグラントが、オバマ大統領の主導のもと行われています。やはりより人に近いこう猿でそれをやって、より人の疾患に対応づけることによって疾患へのこう距離というものを非常に短いスタンスでやっていくという日本の戦略として考えています。ブレインイニシアチブジャパンというプロジェクトも今後走り始めましたので、それの一翼をやはり今後はですね、キングスカイフロントでも担っていけたらいいんじゃないかなと思っています。こういう革新的な医療を
実現させるためには本当にいろんな異分野の人がこうクラスターを作るということがまあ大事です。これまで実中圏、国営圏などのいわゆる安全管理等々のいろんなエージェンシーがこう集まってきました。それから日本アイソトープ協会、そうするとイメージングできるでしょう、ね、あとは本当に必要なのはきちっと先端医療をやるような医療機関っていうのができて、基礎から臨床までもう全部つながるような形がこうキングスカイフロントでできるようになると、もっともっとプロダクティビティがまあ上がるんじゃないかなと。羽田空港の利便性をさらに加味したような国際線を持っていくと本当に世界に戦える戦略特になるだろうと期待しております。